はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマは日本にあった本当の北欧家具ということで、コスパ最強のノーウェアライクホームというブランドについてご紹介します。こちらのブランドなんですが、以前から気になっていたブランドです。今回は浜松町にあるこちらのショールームに行ってまいりました。こちらなんですが、クラッシュゲートという家具屋さんの店舗、そして関家具さんのショールームを兼ねた店舗になります。この関家具という会社なんですが、様々なブランドがありまして、ノーウェアライクホームもその一つになります。東京の中でもこのノーウェアライクホームの取扱数がショールームということで抜群に多かったです。そしてこのノーウェアライクホーム、ブランドの中に別ラインとしてアンドクラフトというブランドがあります。こちらもハンドメイド感がかなり強くて、かなり味のあるデザインのものが多いのでおすすめのブランドになります。それではここからは店舗動画を含めて店舗の雰囲気、そしてこの2つのブランドの魅力についてお伝えしたいと思います。まずこちらのノーウェアライクホーム、ブランドのコンセプトとしては、自宅のような場所は他にはない、北欧では長い冬自宅で過ごす時間が長いということから、自宅の家具を充実させるような文化が浸透しています。そういったスカンジナビアデザイン、こういったものを取り入れているのがブランドのコンセプトです。簡単に言いますと北欧家具というふうに言われる部類のものになります。デザインのコンセプトとしてもトレンドに左右されることのないシンプルなデザインなので、長く愛用できるというところも魅力です。一方で実際に家具を見てみると、他にはない被らないデザインというところもとても魅力的でした。こちらのノーウェアライクホーム、木材の剪定もかなりこだわっていまして、とてもクオリティが高い家具なんですが、コストパフォーマンスに優れているというところも魅力的なポイントです。そしてブランド内のラインとして存在感を放っているのはこちらのアンドクラフトというブランドです。一言で言うと素材美が際立つようなデザインがとても多かったです。こちらのアンドクラフトは天然素材にこだわって、ハンドメイド感のある家具作りにこだわっています。素材としてはチーク材を中心に作成されていまして、チーク材なのでかなり硬い木材になります。耐久性にも優れている、そういったことで長く愛用できる家具を実現しているブランドになります。そして仕上がりもかなり素材感が出ているなという印象があったんですが、あえて無塗装の仕上がりにしています。オイル塗装やウレタン塗装をしていない、素材感が際立っていて、レザーであったりラタンの素材ととてもマッチしてくるような家具の仕上がりになっていました。はい、ではここからは店舗動画と一緒にこちらの2つのブランドの中で、私が特に実際の商品を見ておすすめしたいというふうに思った商品をいくつかご紹介していきます。1つ目がこのノード2というものになります。店舗に置いてあったものがこちらになりまして、オーク材のシンプルなアイアンの足がついたものになります。一方でこちらのシリーズ、天板と足が自由に選べることができます。なので1つのノードというダイニングテーブルに対しても様々な組み合わせができるので、多彩な革を持っていて、好みのテイストに合わせてこの組み合わせを選べるというところも特徴的な部分になります。まず天板はオーク、そしてウォールナット、そしてヘリンボン、このヘリンボンもオークでできています。店舗に置いてあったものが多くのものになります。天板の仕上がりがかなりいいなという印象がありました。木目がとても美しく残っていますし、ウレタン加工をされているんですが、天然素材感がたっぷり出ているなという印象がありました。ウレタン加工なので水に強い、一方で素材感もたっぷり味わえるダイニングテーブルになっていました。そして足の部分に関してはこちらの5つのパターンから選択できます。華奢なアイアン素材から結構太めの木製の足まで、かなり雰囲気が違うラインナップになっています。こちらの展示品に関しては多くの天板とレグ2というものになっていました。マットなブラックの足が垢抜けた印象がありました。多くが結構ホワイト寄りの多くになっていたので、とても爽やかで好印象な雰囲気になっていました。そして私のおすすめする組み合わせとしては、まずはヘリンボーンとレグ番号の6番のもの、特に少し個性を持たせたダイニングテーブルにしたい、そういった方におすすめです。ヘリンボーンのダイニングテーブルあまり見ませんし、
この T の字になった足の部分がかなり個性的な印象があります。この細い足とヘリンボーンの組み合わせがとても相性がいいなという印象があります。そしてもう一つおすすめとしては、このレグ番号の1番のもの、重厚感がある木製の足でできています。特にウォルナットの天板と合わせていただくと高級感であったりモダンな雰囲気が出ますのでおすすめです。はい、続いてはダイニングチェアのタスカーというものになります。このアンドクラフトのダイニングチェアのシリーズはかなりおすすめのものが多かったです。このアンドクラフトのタスカーについては木材に関しては無塗装の仕上がりになっていまして、かなり素材感が出ていました。木材の素材感とラタン、あとはレザーの組み合わせがとても好印象なチェアになっていました。特に雰囲気がいいなと思ったのがこちらのラタン素材、アッシュ系のチーク材に合わせて座面と背面にラタンが設置されています。素材感がたっぷり出ていてかなり雰囲気のあるチェアではないでしょうか。一方で座り心地もかなり良かったです。適度に張り感があって長時間座っていてもストレスを感じにくい作りだなという印象がありました。そしてこのラタンの仕上がりがとても抜群で上質な印象もありますし、逆向けがないようなしっかりした仕上がりになっていました。そして雰囲気としてはどことなく素朴な魅力、そういった魅力が詰まったチェアになっているのではないでしょうか。そしてもう一つのパターンとしてはレザーを使ったものがあります。この褐色のレザー格子状に重なっていまして、エイジック感がある雰囲気、あとはカントリー系のインテリアととても馴染んでくる印象があります。このレザーの風合いと無塗装のチークのアッシュな風合い、この組み合わせがとても抜群でまとまりのあるデザイン的にもとてもしっくりくる完成度の高い印象がありました。ダイニングチェアでこれだけ天然素材感レザー感のあるものはなかなかないのではないでしょうか。全体的なコーディネートとしても、例えばラウンジチェアを一緒に置いていただけると LDK を見た時にもとてもまとまりのあるインテリアになりますのでおすすめです。そしてこちらのタスカーシリーズのおすすめポイントとしてはベンチも用意されていまして、こちらのようにチェアと一緒に組み合わせていただくとどことなく可愛い雰囲気が出ているのではないでしょうか。最近ですとダイニングとベンチの組み合わせかなり人気の組み合わせになります。そして実際の店舗には置いていなかったんですが、このラウンジチェアもかなりおすすめです。ゆったりとした座り心地で、例えばリビングに置いていただいたり寝室に向いているチェアなのかなというふうな印象があります。まさにオブジェのような存在感があって、これを置いてあるだけでも部屋全体のゆとりを感じさせるような存在感のあるラウンジチェアになっています。そしてこのラタンを多用したタスカーなんですが、ラタンの編み込みの仕上がりがとても美しいです。完成度が高いのでどの角度から見ても様になるデザインになっている、天然素材感のあるチェア、そしてラウンジチェアを求めている方ですと、このタスカーと知り、タスカーというシリーズかなりおすすめの商品になります。はい、続いてのおすすめがダイニングチェアのカペルという商品になります。ノーウェアライクホームなんですが、天然素材感があるものも充実してますし、こちらのように細いアイアンを多用したデザイン、これもかなりおすすめの商品になります。まずこちらのカペルのダイニングチェア、華奢なフレームと湾曲した背もたれが特徴的なチェアになります。同系統のダイニングテーブルやスツールもありますので、細身のフレームで構成されている家具、そういったものを周りに置いていただくと、とても統一感のあるモダンな雰囲気になりますのでおすすめです。そして店舗では天然素材感のあるダイニングテーブルと一緒に置いてありました。こちらなんですが、背もたれ部分の木目がかなりはっきり出ています。なので、例えばアンドクラフトのシリーズのダイニングテーブルと合わせていただいてもとても相性がいいという印象がありました。そして実際の座り心地としては華奢な印象があるので、長く座っていると疲れるのかなという印象があったんですが、体のあたりもとても良かったです。背もたれが湾曲しているので、その恩恵で体のあたりが優しい印象がありました。なので長時間座っていても疲れにくい構造になっているところもおすすめのポイントです。そしてこの背もたれが横までかなり伸びていますので、この背もたれの一部を肘掛けのような使い方もできる、華奢な印象ではあるんですがゆったり座っていただけるチェアの仕上がりになっているなという印象がありました。そしてこのノーウェアライクホームダイニングチェアのラインナップはかなりおすすめです。
その他の商品としてはブランド内に板そして曲線をうまく取り入れたデザインのものが多いなという印象がありました。こちらのように少し個性的なデザインのものが欲しい、他のブランドと被らない商品が欲しい方ですと、このノーウェアライクホームのダイニングチェア、とてもおすすめな商品になります。そしてデザインでは結構攻めた印象があるんですが、カラーに関してはとても落ち着いたスカンジナビアデザインのものになっていました。なので飽きがこずずっと使えるダイニングチェアになっているのではないでしょうか。はい、続いておすすめの商品としてはスツールのカペルになります。先ほどご紹介した華奢なフレームのダイニングチェアのシリーズになります。ありそうでないこの細身のシルエットのスツール、まさにオブジェのような存在感があるなというふうな印象がありました。そしてオーク材ウォールナット、もう一つがバイカラーのブラックになっています。個人的にはこのバイカラーのブラック、塗装面がマットで垢抜けた印象があるので、とてもおすすめのデザインになっていました。そしてこちらのデザインの特徴としてはスタッキングした時の美しさも追求したデザインになっています。とても完成度の高いスツールになっていますのでおすすめです。はい、続いてこのノーウェアライクホーム、小物系もかなり充実していまして、こちらのミラーとラダーハンガーのスークというシリーズ、こちらもおすすめになります。結構大ぶりな印象があるんですがミニマルなデザインをしています。そして木製のフレームの部分が程よい太みがありまして、フレームの木質の美しさが際立つデザインになっていました。部屋に一つ置いてあるだけでも様になるデザインだなというふうな印象がありました。ハンガーに関しては観葉植物を引っ掛けていただいたり、ブランケットなどをかけておくスペースにする、ハンギングするだけでもとても様になるアイテムになります。ミラーは横幅は2パターンで選べます。そして高さについては160センチになっています。この160センチという高さについては全身の姿見としては適切なサイズで、クローゼットに設置していただいたり、出かける前に自分の姿を確かめる玄関などに設置していただく。オブジェとしてもかなりクオリティが高いですし、サイズ感としてもかなり使い勝手のいいサイズ感になりますので、デザイン、実用性とともにおすすめの商品になります。そしてこちら価格帯が無垢材を使ったミラーとしてはかなりコスパがいいので、このあたりは全体的にコスパがいいノーウェアライクホームさん、かなり値段も頑張っているなというふうな印象がありました。はい、続いてはこちらノーウェアライクホームのテレビボードリッチラインの2というものになります。全体的なデザインとしては板を組み合わせた究極にシンプルな構造というふうに言えます。一方で木質がかなりいいので木目の美しさが際立つようなデザインになっていました。そしてテレビボードとしても使えるんですが、ディスプレイプレスとして使っていただくのもおすすめです。まあ、こちらのようにオブジェであったりアートを飾っていただいてディスプレイプレスにする様になるスペースになりますので、こういった使い方もおすすめです。そして実用的な部分としては配線スペースをしっかり確保加工している、そして天板に関してはエッジを落としたデザインになっています。どことなく角を落としているので安全ですし優しい印象がありました。そしてカラーラインナップとしては店舗に置いてあったものはオーク材になりますが、ウォールナットも選択可能です。なのでモダン寄りのデザインにしたい、高級感のあるデザインにしたいという方ですとウォールナットの方がおすすめになります。そしてこちら店舗で見ていても思ったんですが、ウレタン加工とは思えないような木の風合いが伝わってくるような仕上がりになっています。表面の表情がとても豊かな家具になっていました。サイズ感としては横幅が160、180、200センチからサイズを選んでいただけます。テレビのサイズに合わせていただいてもいいですし、ディスプレイプレスとして少し小さめのもの、160センチのものを選ぶ、用途であったり部屋のスケールに合わせてサイズを選んでいただくのがおすすめです。そしてこちらのブランドノーウェアライクホームでは収納感他の家具ブランドと被らないようなデザイン、あまり見かけないようなデザインが多いなという印象がありました。収納家具に関しては隠したい、見せたい、その用途別にデザインを選んでいくべきです。ノーウェアライクホームですとこちらのようにオープンの棚、見せたい収納、そして完全に隠したい収納、両方の商品がラインナップされていました。なのでとてもメリハリのあるデザインだなというふうに思います。
そしておすすめのソファーとしてはトラビスというソファーになります。こちらは先ほどとは全く違う重厚感のあるデザインになっています。座面がとても低いこと、そして座面がとても大きなことが特徴的です。フェザーが入った沈み込みのある素材感になっていますので、座面が広くて座り心地がいい、ゆったりしたデザインが特徴的になります。そしてオプションのパーツもかなり充実してまして、アームシェルフ、サイドテーブルがこちらのようにあります。サイドテーブルもかなり実用的な部分もありますし、これを自由に配置していただいてよりくつろげる空間を演出できます。そしてサイドテーブルについてはこちらのものになります。こちら配線穴、そしてスマホスタンドがついています。なので実用的な部分もありますので、とてもモダンなデザイン、現代的なデザインとその使い勝手がとてもマッチしているデザインではないでしょうか。そしてソファーと一緒に合わせていただけるセンターテーブル、サイドテーブルもおすすめのものがあります。こちらのリクトという商品になります。天板の高さを変えることでこちらのように重ねて組み合わせられる斬新なデザイン、そして遊び心を感じさせるようなデザインになっています。この無垢の天板と細身の足という贅沢な作りにはなっているんですが、デザインとしてはカジュアルな雰囲気が強いものになります。リビングゾーンをカジュアルな雰囲気にしたい、軽やかな雰囲気にしたい、そういった方ですとテイストを印象付けるようなアイテムになります。そして使い方がかなりフレキシブルだというところもポイントです。センターテーブルとしても使えますし、小さな部分をサイドテーブルとしても使っていただけます。そして大人数が集う場面ではセンターテーブルを広く使う、組み合わせて使う、そういった使い方もできますので、シーンに合わせて様々な活用ができるアイテムになっていました。はい、そして最後のおすすめ商品としてはこちらセンターテーブルのタスカーになります。デザインの特徴としては中央部をウォルナットの線切りでつないだものになります。ここのデザインがハンドメイド感がとても強くて好印象なデザインになっていました。そしてサイズ感としては大型のセンターテーブルになっています。かなり広いのでいろいろな使い方ができます。そしてチーク材を贅沢に使ったデザインにはなっているんですが、このアッシュ系の色のおかげで重たくない爽やかな印象が際立っています。素材感がたっぷり感じられるセンターテーブルになりますので、周囲にレザー系のアイテムを置いていただく、あるいはドライフラワーと一緒に飾っていただく、そういった飾り方をしていただけると完成度の高い空間になりますのでおすすめです。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回ノーウェアライクホーム、そしてアンドクラフトについてご紹介させていただきました。コストパフォーマンスもとても優れていますし、木材の美しさが際立っているブランドだなというふうな印象がありました。今回の動画で家具が気に入った方、ホームページショールームに行ってぜひ本物をチェックしていただきたいなというふうに思います。これからも住宅インテリア関係の様々な情報を皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはコメント、いいねボタンもたくさんお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。